年末はみんなでゲームで遊びましょう。これはですね、今から僕が、お題をいくつか出しますので、はい、そのお題に合った画像を僕に見せてもらって、あ、これそのお題の通りだなと思ったら、まあ、3ポイントまで僕が持ってるので、制限時間内何回見せてもいいです、うん、0ポイントももちろんありますから。わかりました。はい、それでは2人携帯の準備よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。あんまり取らないからな。では最初のテーマはこちら、はい、楽しい画像。それではお探しください。どうぞ。楽しい画像、楽しい画像って結構アバウトでいいですよ。これどうですか。楽しい、こういうことを言うから、なんかダウンロードしたやつでもいいんですか。まあ何でも。画像ね。そんなない。そりゃ。いやクリスマスツリーとかといいのよ。楽しいから。ああ、そうなんですね。撮ってない。ツリーとか。いやこのあっても何だったっけって思い出せなかったり。むちゃくちゃ画像あるでしょ今まで。何百何千多分フォルダーに。まあ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 。楽しいのね、一番簡単だと思ったよ。と思ったんですけど、なんかね、え？おい、はよせや。楽しい画像あるやろかい。いやいや、僕むちゃくちゃあるで。楽しい画像、にっこりしてるやつでいいんだから。楽しそうな飯でもいいわ、ほんなら。なんでこっちがヒント出さなかんねん。なんとかの時の肉とかでいいやね。あ、ありました、ありました。これ、あ、これピザ。ピザですね。これ3000円する、これ1つ3000円する、新宿にある高級イタリアンで、初デートした時ですね。おお、マジ。はい、1ポイント。1回。まず最初はね、はいはい、楽しい画像見せてください。こちら、僕ソニー事務所に所属してるんですけど、ソニーの芸人で初めて沼津楽雲劇場で舞台に立ったことです。あ、楽しい、楽しかったよ。え、まあこれでも仕事なんで0ポイント。僕らも行ったしね。いや、ソニーの芸人で初めてやで、多分沼津楽雲。0ポイント。今日の審査員、はい、はい、今日の審査員、楽しい時です。ちょっとだいぶ過去なんですけど、はいはい、僕が、はい、これ何年前かな、7年前ユニバに行って、はい、ハロウィンナイトみたいなんで、はいはいはい、僕がお化粧した時ですね。え、ふさふさやん。そっちじゃないですか。え、マジやん。よくでもこの画像見つけたね。あ、そうですね、もうだいぶ前、だいぶ前でしょ、はい、1ポイント。はい、はい、はい、神田くん楽しい画像を。はい、ちょっと前にみんなで配信した時が楽しかったです。あれ、あんまりないぞこの人。あれやばいな。あんまりないぞ。2ポイント。よし、その人、いや同点かい。はい、終了。楽しい画像がちょろっとしかいただけなかったので、続いての欲しい画像はこちら、怖い画像。これはまあ自分で一言添えて告白していただいても構いません。はい、神田さんどうぞ。本当、ちょっと前に、うん、僕たちバイト先がね一緒で、あ、はいはいはい、そのバイト先の社長と、うん、あとバイト何人かで焼肉を食べたんですよ、はい、忘年会があって、はいはい、そしたら帰りにね、うん、店員さんにね、ひょっこりはんですよねって声かけた。ああ、まあまあよくある、ね、であの壁にいろんな芸能人のサインあったから、はい、サイン書いてくださいって言われたの。はいはいはい。でもさすがに吉子もそこは、はい、いやすいませんと、あの芸人なんですけど、はい、ひょっこりはんではないんですよって、はい、ああ、まあまあ、ちゃんと否定したの。否定しました。昔否定しなかったですからね。そうそう、昔はね。でも否定したんだけど、その店員さんが、あ、じゃあ本人じゃなくても芸人さんでいいからサイン書いてくださいって言われたの。ありがたいですね。はいはい。でもさ、こっちからしたらさ、うん、有名じゃないからさ、まあまあまあ、咲きづらいじゃん。それもありますけど、自信満々で書いてました。やめてく、自信満々で壁にね。盗撮や。怖かったです、盗撮。岩下天狗さんで使ってたことは分かるけど、はい、間違えられたのに結局書いてるのが怖くて。3ポイント。よし。壁によ、しかない。壁を。そうですね、取れない。そう、取れない。はい、はい、はい、あ、マリカム君、神田さんが分かってくれると、はい、だ、岩井さん意味が分かんない、分かんない。あ、なるほど。シンプルに言いましょう、はい、これで外れました。
うわー怖いでしょ、怖いでしょ、怖い、外れた、怖いわ、はい、何ポイント何ポイント、これは僕100ポイントだな、はい、この赤が来たらもう当たりぐらいのやつが1個あってよっしゃなんですよ、うん、これが、はい、そうそう、まあまあほぼ当たったかなっていうドキドキするやつなんですけど、3つあったらもうこんな人生で初めてなんですよ、うん、3つも来た外れんのっていうので、うん、もうゾッとしました、全然わからん、はい、じゃあ3ポイントやな、はいはい、神田さん、偶然来たんですけど、ドラクエウォークっていうね、はいはい、携帯のアプリゲームがあって、やってましたよ僕も、やってましたよね、うん、あのね有名なシーンがあるじゃないですかドラクエ5で、はい、お嫁さんを選ぶストーリーの、あー、聞いたことある、まさにその時ですよ、うん、選ぶ時なのに主人公の顔見てください、えめちゃくちゃ険しそうなんですよ、いやいや今から嫁選ぶんやぞなんでこんな顔怖い顔してんだよって思いました、1ポイントはい、カン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 、まだいっぱいあるのに怖い画像、ここで終了させていただきたいと思います、そう、僕の元カノ の画像でいや、怖いな、まあ、これの人いなかったですよね、3ポイントよし、いや、ずるずるずる、元カノがいない、これはオンエアに映せないです、元カノがいないのでということで、結果を発表したいと思います、画像で遊びましょう、はい、勝者はでてん12対8で神田くんの勝ち、あーめちゃくちゃ喜んでる、全然悔しくない、悲しい画像で勝ったよ、すごい、まあ、怖い画像ね、怖い画像そんな出るんやね、怖い画像で荒稼ぎしましたということで、これね、家にある携帯で皆さん遊べますので、年末ご家族で楽しんでください、どうもありがとうございました